やば。あ、見えた見えた。とりあえず携帯で撮りますじゃあ草津の、ね、温泉卵をいただきたいと思いますあちょっと美味しい黄身がトロトロぜひ皆さんもいただきます。冷たい？サクサクしてる。あら、サクサクしてるんですね、揚げまんじゅう。いいですね。はい。広いね。なんか
缶めっちゃあるね。うん。すげえ。くらい。すごい。白目だよね。あ、あ、形だった。ちょっと靴挟まって。じゃあルームツアーします。まず入って右側はこんな感じで扉があって、こっち側はスリッパ、こっちはこんな感じで上に布団があって、こっちにハンガーがあります。でこっち側が、おー、こんな感じで浴槽とトイレと洗面台があります。バスタオル大きいの2枚、小さいの2枚、シャワーキャップと綿棒、カミソリ、歯ブラシ、ハンドソープとコップと、ここにもちゃんと全部ある。シャンプー、コンディショナー、ヘアシャンプーあります。で部屋がこんな感じで、ベッド2つと、これなんだろう、化粧台、加湿器もあります。使おう、これ鏡、チョコサンド、いただこう。なんで全部入ってるの？私じゃないです。私は仕事じゃない。あ、替えのティッシュもある。あ、よかった。寝巻きだ。これが、これが羽織かな。羽織で。これすごい。変なのかな。し。で、緑茶があるよ。あとほうじ茶もある。へー、ほうじ茶飲みたいな。あ、冷蔵庫ね。テレビ、はい、あとこんな感じで長いソファーとちっちゃいソファーがあります。これは脳は使えば生きる、パズルにチャレンジしようっていうやつがある。やろう、これバッチラレバ、でっかいつらら、うわぁ、あー冷たい空気だ。へぇ、いいね、寒いです。こんな感じ。じゃあちょっとゆっくりし、ちょっとゆっくりしてからボーリングに行ってみよう。明るい、怖い、あのあれ、この目見、怖い、これえ、これ私だけしか見てない。これ泡盛、怖い怖い。誰もやってない。やる？え、でも割と差が縮まったね。本当だ。
か。うわっ、すごい。面白い。これさ、1,2,3 9色、ノーマンのメンバーから全部いるわ。ノーマン意識してる。美味しいですよね。だちょっと和風感はありますよね。その豆かどうかわかんないけど、うんうん、でもこれ私これな見ないで食べたらちょこっとわかんない。ちょこっとちょこっとちょこ伝わってるこれ。普通に真顔で滑ってるみたいな。いやいやいや、真顔でもベロ出しても一緒です。あれダメだった。ここもいけるから5人、うん、むずすぎ。うわすげえ、そういうのもできるんだ。本当はこれだったら、いやいや何もしなくて直そう直そう。無理だよ。いや治ります。これ何でしょ。だってもうポケット落とした。ジンバル、そうこれがねんだよ。バグの時は、え、うん、え、今、え、今本当なんだけど。やった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 。イエーイ、時間が解決してくれるんだ。よかった。やった、おめでとう。変えよう変えよう、カメラ。ね、こっからも煙が出てるよ。ほら、魔法使いになれそう。やっぱこの光の感じ、なんか色付きの方がいいわ。綺麗、トロッカー。浴衣寒そう。結構ね、部屋のあれ。こっちも綺麗。まあこのお店の並びも絵になるわ。グラタンとごま浸しと油煮。油煮か。いただきます。いただきます。ではカサッ。あったかっ。うーん、バクって開けちゃいました。
立ってるね。塩顔、塩顔っぽくなってるけど、普通にイケメンみたいな。全然大丈夫。危ない危ない。私現実逃避してる。そんな現実は辛いですか？つまらない。でも久しぶりだよ、なんかこういう旅行的な。なんかこう会話をして広げていくのかな。知らねえさ、言う人。恥ずかしかったもん、ちょっと。この人が来た瞬間があったのかな。私来ると思って。やっぱ意識しますよね。めっちゃ見てるし。やっぱりな、体勢が。ストカードとか。わしの SD カードの容量はやばい。いただきます。いただきます。屋内に2つと露天風呂が2つありました。気持ちよかったです。先輩と後輩どっちの方がさ、絡みやすい？私後輩。だから一緒に働いてるし、絶対。うまっ！みんな買いに行くよ。出口からこの…10分寝てるぜ。ママどこで寝ましたの？7時ぐらいまで。え、私寝たの多分3時ちょい前ぐらいじゃない？そう、朝ごはん行きます。ごちそうさまでした。もうちょっとでチェックアウトしたいと思います。綺麗。ハンドクリーム塗ったらお願いします。複雑な動きはできない。バイバイお部屋。いや、危ないね、これ、本当に。
あ、めっちゃ出てるよ。チーズ。チーズ好きな人は絶対食べた方がいい。めちゃくちゃ美味しい。よかった、食べといて。紫になってきた。なんか多いね。あれチーズケーキか。あれアイス、あ、エクあ、カレットまんじゅう、ある。どうぞ。うわ。チーズ。最高。あったかい。それだけ真っ赤になっちゃう。確かに。